そばにいたいみたいなね。少し香ばしさを入れてあげるのがポイントです。はい、始まりました、ケマスクッキング。今日やる料理はね、じゃじゃーん、なんかね、そば食べたいなーって思ってね、あなたのそばにいたいみたいなね、まあそういう気持ちになっちゃいましたよ。8割そばにいたいなみたいなね。何言ってんだろう、まあいっか。まあとりあえずそば買ってきて、これだとさ、すごい簡単なさ、ゆでそばだから、どうしようかなって思って見てたら、これナス安くて美味しかった、美味しそうだ。あ、ナスでそばってあんまないから作ってみようかなと思いました。じゃあ早速やっていきたいと思います。材料説明ね。まあこのあのそばね、こういう何でもいいよ、このゆでそばね、これあると楽だから。あとこれナスね、すごいいいやつで大きいから1本ね。であとナスに合うってことでピーマンと、あと油にちょっと使うだけ。まあこんなところでやっていきますか。じゃあ早速やっていきたいと思います。まあナス主役って感じでいいかな。ナス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 クークーナスってね。よし、そしたらこれをこうヘタだけ取って、どうしようかな、ね、こう真ん中でかいな。でこれで、まあ、こんな感じで、だいたいそうだな、5ミリぐらいに切るかな、こんな感じで。今日はもうナスが主役ね。もうナスがママ、キュウリがパパってことで。でそれで今度ナス、今ピーマン、ナスにピーマンにそばってね、どうしようって思うけど、きっと合うよ、きっと合う。やったことないけど絶対合う。なんかイメージで、頭の中でイメージできるから。でこれもこんな感じで切りますと。よし、それでさ、あと油にはね、こうやっぱ合う。で肉一切入れなくていいと思う、1枚でいいかな、ナスがあるから。でまあこれいつも通り油抜きしなくていい。ちょっとまあちょっとね、これはもうそばだから、ちょっとした油分も欲しいかな。でこれでね、これもピーマンナスと同じくらいの あれね。だから全体的にこの厚さ合わせるってことね。そうするとこれ馴染みがいいから、こういう感じね。だいたい5ミリぐらいに全部切りました。じゃあもう早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。じゃあね、まずね、油ね、そうだな、ちょっと多めがいいか、大さじ1杯半ぐらい入れた方がいいね。でこれでさ、ナス全部入れちゃっていい。これでちょっとこの、まあナスに油を吸わせつつ、一旦こうちょっとこうナスが柔らかくなって、他の素材もね、ほんの少しこう、この段階でしっかりね、ある程度クタッとするところまで持ってっちゃった方がいいんですね、これね。まあ実際やりながら説明します。でこれやったら一旦こうやってね、ほら、あの全部これぐらいの量だと油なくなっちゃう。でこれってあの油がどこに行ったかっていうと、ナスがね吸収 してます。今はこういう状態なんだけど、どんどん加熱していくと、一旦吸収したやつをこう吐き出していくんですね、あのナスがね。そうなってくると、どうなってくるかっていうと、色が変わってきて、油を吐き出して、まあ透明というかしっとりしたイメージになってくる。まあちょっとやってると分かるから、ちょっとやりながらね、うん。で今回のこれっていうのは、まあ野菜が主体なんでね、肉が全くなくても、まあ、全然その成り立つっていうことで、まあヘルシーで値段も節約できるし、まあ安くて簡単っていうところだね。はい、こんな状態見てください。このね、さっきまでこう結構わりかしパサパサしてるイメージだったナスが、しっかり全部こういう風にツヤっぽく、油がね回って火が入るとこういう状態になる。全体が香ばしい、ナスも香ばしい、この油にも香ばしい。でまあ箸でね、こうやってこうやったら、もうトロトロ、まあわかる、こう箸でこう、もう力入れないでもスーッと入るから、まあここまでこう、まずちょっと焦げ目が出るまで炒めてください。これが今回のこのポイントですよ。はい、そうしましたら、これお水でいいです。お水 400cc ですよ。はい、そしたら毎度おなじみ、人間のつぶつ3倍濃縮。で、これをね、400cc に対して、大体ね、80cc。はい。これでもう美味しいタレになってる。で、ここに、この、茹でたね、この、そば。これも、茹でそばだから、もう火は通ってます。なんでこれをこうって入れて、でこう一旦こう沸かせます。ちょっと今思い出したけど、ネギも入れた方がいいね、やっぱりそばだからね。でこの冷蔵庫の中でしなしなにちょっとあったネギ派遣したんで、まあなくてもまあいいよ、あったらネギはやっぱり入れた方が美味しいよね。まあ最初に言えばよかったんだけど思い出した。でこれでまあパーッと切って、
で、はい、ゆでそばだからもうパッと火が通ればいいです。だから一旦バーッと沸けばいいんで、その時にちょっとネギなんかも入れてあげて、でネギ入れてそば入れて、で麺が温まって一瞬こうバーッと沸騰してきたら、はい、これで、はい、OK です。はい、そしたらね、できたてのおそばちゃんを器にね、まずそばの方入れて、そばの方入れてから具材をね上にぶっかけると綺麗に見えます。じゃあこうだーと、はい、ぶっかけて、あーいいね。はい、こんな感じで完成しました。今日の簡単料理ね、茄子南蛮そばの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よしはね、早速ね食べてみたいと思います。今日の感じこれだよ。めちゃめちゃ美味しそうだね。ほんのちょっとね七味振りかけてみました。いやー美味しそうだね。じゃあ早速これを食べる前にいつも通りチューハイタイム。皆さんお疲れ様でした。乾杯。あー美味しい、もう満足しーってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。これだよ、茄子たっぷり、油にたっぷりの中からね、そばだよ。うわー美味しそうだね。よし、じゃあね、まあいつも通りちょっとね、チームラ君のちょっとねよそってあげて、よいしょと、よし、よっしゃ、いただきます。うんうん、これはもうめちゃめちゃ美味しい間違いないね。もくちゃんが信頼してる圧倒的美味しい人間のつゆなんでね、まあ間違いないんですけど、まあそれに対するこの茄子ね、茄子トロトロで、やっぱりほんのちょっとしたこのピーマンのほろ苦さが合いますね。それに対するこのちょっと焦げたこの油揚げ、味がガッと入ってて、合う。肉類全く入ってないのになんか満足度高い、全然物足りなさを感じない、さっぱりしたというよりかはこってりした味わいになってます。めちゃめちゃ美味しいですね、やっぱね。じゃあちょっと千村君、はい、よっしゃ食べてみてください。はい、いただきます。はい、どうぞ。どう？あー美味しい、しみじみ美味しい。しみじみね。しみ渡りますね。しみじみ飲めばって感じだよね。これ年越しに食べたいですわ。あーいいね、年越しそばでもいいね、これね、うん、簡単だしね、この味とこの簡単さで、やっぱ具材もこれくらい入ってれば結構満足度高いですよ。うん、まあ、ヘルシーだしね、早いし、ヘルシー、安い、もう30種整ってるよね。完璧ですね。で、ワンパン、超簡単。確かにこういうのがいいよね、やっぱ。うん、そうですね。うん、あー美味しい、またるわい。ところでね、この簡単料理、まあね、肉を一切使わない超簡単調理ね、ワンパンで、うん、もう超簡単研磨組織、茄子南蛮そば、はい、大成功でーす、はい、皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。